第105回ジロデイタリアハイライト。第4ステージはイタリア・シチリア島に舞台を移してのエトナ山決戦でした。14名の逃げからトレックのフアン・ペドロ・ロペスが抜け出して、それを追いかけたレナード・ケムナとのステージ争いになりました。お互いに勝てばジロでは初勝利という中で、ケムナがフアン・ペドロ・ロペスに先行、ジロ初出場でジロでの初勝利。一方でマリア・ローザはコンタドール以来のスペイン人ライダー、24歳のフアン・ペドロ・ロペスに渡りました。第5ステージは同じシチリア島、美しいバロックの街並みが広がる世界遺産カターニアからヴィンセント・ニバリの故郷のメッシーナまでの174キロです。イオニア海をスタートして内陸部を抜け、ティレニア海に出ていくルート、レースの前半には二級山岳ポルテルラ・マンドラッツィ、スプリンターからするとこの二級山岳をしっかりと越えてメッシーナでのスプリントフィニッシュに持ち込んでいきたいステージです。2017年のメッシーナフィニッシュはガビリアが勝っています。4章はフアン・ペドロ・ロペス、シクラミーノがマチュー・ファンデルプール、山岳賞は昨日一級山岳を取ったケムナ、マリア・ビアンカは繰り下げてクイックステップのファンセベナントです。今日も積極的に逃げグループを形成していくのはドロンホッパーの2人、バイスとタリアーニ、さらには今日はバルティアーニからトネンリ、アージェル・ゼールからはハンニネン、エオーロからはマエストリという5名の逃げが形成されました。中間スプリント賞トップに立っているドロンホッパーのタリアーニが1つ目の中間スプリントはしっかりと先着通過。今日は逃げに乗ったアージェズゼルのハンリネンがこれに続いていきます。そしてその後ろではチクラミーノポイントがまだ残っているというところ、中間で動いてきたのがチクラミーノランキング2位につけているギルマイでした。現在はトップがマチュー、2位がギルマイ、今日が終わってチクラミーノを着ているのは誰になるのか。そしてそのマチュー擁するアルペシンが上りで動かしてきました。アルペシンからするとスプリンターのマレチコがすでにリタイア、今日はスプリントを担っていくのがマチュー・ファンデルプール、ピュアスプリンターを振るい落としにかかります。この動きで遅れてしまったのが第3ステージのスプリントで勝っているマーク・カベンディッシュ、チームメイトが総出でカベンディッシュを引き上げにかかります。この後は長い下り、さらには平坦基調、なんとかカベンディッシュを戻せるか。そしてカレブ・ユアンも遅れてしまいます。ユアンに関しては第1ステージの落車の影響がやはり響いているか。さらには2020年のジロで強さを見せたアルノー・デマールまで遅れました。アルペシンからすると狙いは的中、3人のスプリンターを振り落とします。二級山岳山頂はエオーロ、逃げに入っているマエストリが先着通過、続いてドロンホッパーのバイスが続きます。この後は長い下り基調、この間にメイン集団が3分ほど前を走っていた逃げのメンバーをすでに捉えました。下りではアンテル・マルシェ、イスラエル、 UAE、こういったチームが積極的に動いていました。この時点でカベンディッシュはすでに2分台の遅れになっています。ここからは残り63キロは平坦基調。一方でアルノー・デマールはチームメイトの助けもあってしっかりと集団復帰、カルビ・ユアンはカベンディッシュのさらに後ろです。グルパマも加わってメイン集団がさらにペースを上げてカベンディッシュとユアンを置き去りにしていきます。2つ目の中間スプリントではイネオスのベン・スイフトがカラパスのためにボーナスタイムを潰す動き、一方で UAE 勢はアルメイダがブリッシュのアシストとともにボーナスタイム2秒獲得に成功、総合での順位を1つ上げました。いよいよティレニア海、舞台は決戦の地メッシーナに移ります。残りは約11キロ、集団での位置取りが激しくなってきました。目の肥えたシチリアのファンを喜ばせます。上りで遅れたカベンディッシュ、ユアンは今日は追走を諦めました。総合勢の位置取りから残り3キロを切ってスプリンターチームに主導権が移ります。ラスト1キロを切ってからは鋭角なコーナーが控える今日のステージ。カベンディッシュ・ユアンは遅れたものの、コンソンにニッツォーロ、ガビリア・ギルマイ、バレリーニ・バウハウス、ダイネーゼにトゥーンズ、そして何といっても上りで遅れてから戻ってきたデマールが残っているスプリント、鋭角なコーナーを抜けてからの位置取りです。グルパマ・エフデジはグアルニエリは上りで遅れましたが、まだシンケルダムが残っています。そのシンケルダムがしっかりとデマールの前を警護、そしてイスラエル、左からはアンテル・マルシェのギルマイも来ている、右からは DSM もいい形でダイネーゼを引き上げていきます。一方でシンケルダムの引きがいい、前を譲らずに左からはクイックステップのバレリーニも発射、その後ろからアルノー・デマールがここから踏んでいきます。コフィディスのコンソンに、後ろからはバウハウスも来ている、ギルマイも迫りますがアルノー・デマールが前を譲りませんでした。第3ステージのスプリントでは少しうまくいかなかった、そして今シーズンは体調は良かったがなかなか勝てなかったというアルノ・デマールは今シーズン初勝利になりました。
ステージです。デマールの城ガビディアはメカニカルトラブルがあったという話。ニッツォーロ、バレリーニ、ギルマイ、バウハウス、ダイネーゼ、テスワチオン、トゥーンス、コンソーニというトップ10でした。フィニッシュラインを越えた瞬間にこれが今シーズンの初勝利だと気づいたんだ。安心したよというアルノー・デマール。シーズン最初の勝利をここジロで挙げることが嬉しいと話しています。グランツールでのステージ優勝は2020年の10月のジロでイタリア以来になりました。そしてステージで勝ったデマールはチクラミンのポイントでもトップ、ポイント賞を獲得です。上りでチームメートがいてくれて安心して下り、それから平坦で集団に追いつけたとチームメートに感謝しきりだったデマール。2020年は圧倒的な強さでポイント賞チクラミンのジャージを持ち帰ったデマールが、今年は第5ステージでポイント賞ジャージに袖を通しました。総合成に大きな動きはなく、ボーナスタイムを獲得したアルメイダが総合順位を1つ上げています。マリアローザをキープしたフアンペドロロペスはマリアローザを楽しんでいる、こんなにインタビューを受けたのは初めてだと振り返っていました。一方、地元でメッシーナのサメヴィンセント・ニバリが今シーズン限りでのロードレースからの引退を表明しました。第6ステージはいよいよイタリア本土に上陸です。パルミからスカーレアまでの192キロ、南イタリアのティレニア海沿いを北上していきます。序盤に設定されている山岳は4級山岳のみ。第5ステージ以上のスプリンターたちの熱き戦いになりそうです。2日連続のスプリンターたちの共演に期待です。 GCN プラスのアプリではジロ全ステージをほぼスタートからフィニッシュまで完全配信。さらにはハイライトや有識者の選手チームの分析など、ここでしか見られない情報が満載です。 GCN プラスでジロを丸ごと楽しもう。